さて引き続きキノピコ編やっていきたいんですけど、真夜中の動く森、隠れゴールドキノコを手に入れた。なんかね、ダイヤは3つとも見つけてるので、結構そうですね、ダイヤよりもさらになんかどっか隠れてるぞみたいな、なんかそんな感じだと思うんですが、ちょっと待って、彼らがさ通り過ぎた間にそここの細い隙間入って、なんか結構ここ奥行きあるけど、なんなんだろうねちょっと余裕持って作ってくれてるのかな。でこっち来て、であれ、なんかそっち側になんかね、株なのかダイヤなのかわかんないですけど、なんかが埋まってるんですけど、ここはでもなんかね、ちょっと足場が空いてるから渡れないんだけど、なんかね、彼ら、なんかこの切り株の彼らが来てくれたら渡れるのかなみたいな、そんぐらいの場所なんですけど、あ、なんかさ、そっち側にさ、普通にダイヤ、あ、ちょっとさ、ここ、今ですして、ちょっと待って。ただ、待てよ、ここの空間何？わかんない。なんか後々渡れるようになるのかな？なんか足場が出てきてなのか、その辺はわからないんですけど、ちょっと待って、なんかそこ引っかかったなって思ったんですけど、あれか、ちょっと柵があるのか。ので、彼らの上に乗りましょう。して、で、彼らの上に乗ったまま渡るぞと。で、待って、お化けがさ、めっちゃいる。あ、これさ、照らしたら消えるやつか。照らせー、よし。そう、全部消す。全部消す。よし。とりあえず安全。とりあえず、お化けはいないして、全部消したんですが、ちょっとさ、切り株、彼の名前はわかんないですけど、この切り株の敵って、なんか水の中歩けるんですね。っていうかさ、そんな空間あるっけ？なんか行ったことないかもしれない。ていうか地下もあるぞ、ここ。とりあえず、今、そう、ここ通れそうなんで通りますか。通りますして、で、彼らの頭の上に乗って、またなんか左側に進むことはできそうなんですが、なんもなさそうなんですよね。なんもなさそう。なんか、え、でもさ、何もなさそうだけど、何かあるんじゃないの？このゲーム何もなさそうなところに何かね、なんかさ、ゴールドキノコあるんじゃない？あるある。よし。じゃあ、このゴールドキノコはゲットしたので、あとはちょっとさ、もうなんか、ワンナップしつつ、ゴール目指すぞ、みたいな、ちょっとそんな感じで行ってみますか。とりあえずコインはいただいて、で、これは、あ、これ何？あ、キノコか。10コインくれました。あれ？これさ、ゴールどこ？あ、そこの上なのか。ので、彼らの、また頭の上に乗っていかないと、渡れないけど、あ、そっちにはしごがあるのか。ので、今です。今通りますして、で、こっち来て、なんかさ、わかんない。わかんないけど、ここの空間なんだろう。あー、ダイヤが隠してますよと。なるほど。しっかり隠してる。じゃあ、え、これさ、地下の世界さ、見たいんだけど。このゲームどうやって地下の世界行くの？え、本当にどうやって行くの？あ、それがさ、鍵なんじゃないの？そうさ、一旦戻ってよ。一旦戻ります。そうさ、それもさ、せっかくだから見、危ないです。それ今通りました。あ、なるほど。これさ、そっか、こうやって、横を通っていくことで、こっち通れるぞ、みたいな、そんな感じなんですね。なるほど。ということは、ここに鍵があったので、10コインぐらいはあるんじゃないの？と思ってるんですけど、あれ？この鍵ってどうやって持っていくの？これ鍵持ったままはしごって登れないよね。登れないです。投げれるので、これでまた持って、渡ります。で、ちょっとさ、視点を、これぐらいの共有感にして、わー、はい。よし。で、鍵を開いて、で、彼らの上を、また、ふんじゃして、渡っていくことができると。あと2コインでさ、
マナブできるけどさ。あ、これさ、コインあるよ。あ、株がさ、消えた。待って。あ、そう、めちゃくちゃさ、何かがいる。ピローン、ダイヤモンドくれる。これは？おーっと、ん？今普通にワンナップくれた。あ、じゃあ100コインになったのか。あ、1コインくれるだけなのか。なんかさ、ちょっとさ、ケチだよ、あのモグラ。まあ、あの、3匹いる中で、1匹が、ダイヤモンド当たりとしてくれるぞ、みたいな。そんな感じみたいなので、まあでも、105コイン、ゲットしました。これさ、ベストコイン更新したんじゃないの？わかんない。わかんないけど、まあでも、ここのね、ゴールまでの道筋はね、もう私は完全に見通しておりますので、そこ、まず、ちょ、危ない。今です。今です。よし。あとは、そう、タイミング見て、今渡ります。というかさ、彼らの上にもさ、コインあったからさ、なんか何、地下世界のさ、コインさ、あんま、当てにしなくてもよかったね。待て。それ1個取りたいよ。よし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 。で、ゴールまで抜けてきましたよと。いや、これね、うん。キノコも取って10コインもらいましたし、これさ、今ベストコイン113って今回のやつ？なんかでもそれぐらい取ったような気がするので、多分ベストコインです。さて、今回も、隠れゴールドキノコ、ミッションね、ちょっと達成したんですけど、引き続きドトキノピオを探していきましょうか。え、どうだ？なんか彼らが動いて、なんかね、見えたり隠れたりみたいな、なんかそんな感じになってるんじゃないのと、ちょっとね、この切り株さんたちの、動向をね、ちょっとチェックしたいなという感じなんですけど、ここよし。ここよし。いないです。いないです。いないね。いないね。いないね。なので、ちょっとさ、読みは外れたようです。外れたようですが、隙を見て渡っていきましょうか。で、となると、どうだ？この辺にいない。この辺にいないということは、なんか地下の世界にさ、隠れてるんじゃないの？そう。消したい、消したい。ちょ、一旦消したい。消しちゃう。あ、ちょ、これさ、ちょっとでもさ、この何？ライトがさ、外れるとさ、耐えられる。ちょ、待って。あー、これ近づきすぎちゃう。ふっ。ちょ、そいつをさ、集中狙い。集中狙い。よし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 。で、コイン引っこ抜きます。となると、ちょっとさ、わかんない。え、どうだ？なんかさ、地下にいる予感がする。本当かどうかもしれない。これあれなんですね。彼らの横って今、トゲトゲがついてるけど、そこから降りても、なんか食らわなかったね。なので、なんかあれなんですね。別に、なんかその、トゲトゲに気をつけながら、降りてね、みたいな。なんかあんま気にしなくていいのか。ね、その辺はわかんない。わかんないが、ちょっと鍵拾います。乗ります。乗ります。降ります。降ります。よし。で、ちょ、ここ、鍵開けちゃう。ガチャイ。ガチャイして、で、あ、いるこれあれだね、切り株のところにいたね。ていうか、あれだね、そこにいたならさ、なんか近づかなくても、鍵開けなくても、なんなら見つけれたのかな、みたいな。そんなところはありましたが、近くに来てね、よく見るといましたね。